はいさい、今回はうるま市の海中道路パーキングエリアに来ています、ね、ご覧の通り沖縄晴れてるんで海もめちゃくちゃ青いですね。あちらでは、ね、マリンジェット1台1隻、なんていうのかな、沖に出ようとしてるな、メイクをやろうとしてるんですね。でですね、実は今日ね、まあ、うるま市をねあちこち撮影してきたんですが、このね正面に見えている島、この島ですね、あちら、まあ、偏座島とかなんですが、よくね市花り高花り僕はうるま市の離島をね撮影することが多いと思うんですが、今回ねそれよりも北方向ね行ってきたんですよ。でね、あちらどんよりしてるじゃないですか。めちゃくちゃの土砂降りにやられてね、濡れて帰ってきたんですよ、ね、なんか小魚の群れがいっぱいいますね。こちらイワシの仲間かな、ミジュンなのかガチュンなのかなんかわかんないけれど、小魚がいっぱいね、めっちゃ群れてるな。ちょっとね撮影したいところなんですが、あいにくね疲れちゃったんで、今回はまあね海中道路のねパーキングエリアまで、まあ、撮影したんですが、また晴れた日をね見て、うるま市の市花り高花り花りあや浜市さん市場、もうなんかもう脱がさっきの小魚を狙って一匹も来てるんで、これカメラには映ってないんだろうな。僕はね、まあ今回もそうなんですが偏光レンズをねかけてるんで、水面水面海面海中の中のね様子もね結構見れてね、まあ、こんな感じでちょっとね短い動画になっちゃうんですが、その名前も消えていて、そう Google マップから消えていると思い出したんですが、ここから見えないか、池島のね聖七歌姫がね Google マップから消えてるんで、まあ次回、市花り行く機会があったらその辺もね最近の Google マップからね姿を消した聖七歌姫